はい、ということで、武王をね、ゲットしたということで、ちょっと、裏ステージの回覧を、必殺技なしでやってみたいと思います。はい。まあ、これ結構ギリギリなんじゃないかと思いますね。HP も5000ぐらいなんで、相手確か77万でしょ ?77 万を、だ一発あたり250。まあ、大体、300だ。300も食らうのか。300だと17発ぐらい。17、16? と復活があるんで、まあ、17ぐらいですかね。で、お邪魔玉も8食らうんで、食らいすぎたら一発分ぐらい食らいそうっすね。やばい。まあ、一応、フィーバーに入れながらやりますね、今回は。ちょっと、さすがに多分、それ、繋いでデカプリだけじゃきついと思うんで、フィーバーに入りながらやっていきたいと思います。はい。で、まあ、一番右の、なんだっけ、これ、弁財天か。弁財天に関しては、スキル1です。はい。だから、繋がり、フィーバーに入りやすいが、2.4 ぐらいですかね。2.4 倍だと思います。はい。あれ違うかも。あれ待って。Z か ?Z って、どんぐらいだ?まあいいや。ということで、フィーバーに入って、でっけえ対抗棒のプニをね、消せば10万ぐらい出ますね。あー、ちょっと待って。いい勝負してる。いや、ギリギリかこれ。ちょっと待ってね。いやー、6万。もうちょいダメージ欲しい。待って。いけるあ、フィーバー入れ。ここでフィーバー入れるか。ここでぐーっと繋いで、ちょっと足りねえ。ギリギリフィーバー入ったと。ここでとどめさせられる?あ、下にいっぱい溜まってるから、ワンチャン。あれ8万、8、ちょー、少し残ってる。待って、一発復活耐えられる。あー、危ねえ。いや、ギリギリ。あ、復活出なかったらもう死んでたわ。